アンシェヤアケレンは、スウェーデンの聖職者。ルター派に属し、ウプサラ大監督及びのスウェーデン国教会の主席大監督を務める。2013年10月15日に第70代、ウプサラ大監督に選出され、2014年6月15日に、ウプサラ大聖堂において、正式に礼拝を受け、着座した。12世紀以来スウェーデンでは、初の外国出身大監督であり、 初の女性大監督でもある。ヤケレンは1980年にスウェーデン国教会の牧師に任命され、1999年にはルンド大学の進学博士号を取得した。2007年から2014年まではルンド監督を務めていた。ヤケレンは1955年6月4日に西ドイツのヘルデッケで生まれた。 彼女はドイツのチュービンゲン大学やスウェーデンのウプサラ大学でルター派進学を学んでいる。1980年に生殖助会。1981年から1988年までティーレスオー,ー教区で1988年から1994年まで。 ゴードストンガ小教区で、1995年から1996年まで、ルンド大聖堂で牧師を務めた。進学博士号取得後は、1999年から2001年まで、ルンド大学で勤務し、2001年から2003年までは、シカゴルーテル人学校にて、体系的進学、宗教学及び、科学分野の助教授を務めた。2003年からは、 準教授に昇進し、2007年まで、ジゴン宗教、科学センターの理事もこなしている。ヤケレンは2006年に、ルンド監督に選出され、翌年正式に、クリスティーナ・オーデンバリの後継として着任した。オーデンバリとは異なり、ヤケレンは、自らの着任を認めなかった牧師たちに対し、彼女が取り行う生産への出席を義務付けた。なお、オーデンバリは、 スウェーデン国協会における初の女性監督であり、ヤケレンは3人目にあたる。また、彼女は監督官区選出としては初の女性監督である。前任のオーデン・バリや元ストックホルム監督のキャロライン・クルークは2000年にスウェーデン国協会が国家から分離する前の選出であるため、この2人はスウェーデン政府によって任命された女性監督となる。 2007年4月15日、ウプサラ大監督のアンデシュウェイリットによって、ウプサラ大聖堂にて、ヤケレンはルンド監督に任命された。4月21日に行われたルンド大聖堂での礼拝を経て、監督管区に迎え入れられた。彼女は公式なツアウの名として、グドアルストアを選んだが、これは新約聖書における、 ヨハネの第一の手紙の一節を参考にしたものである。この一文は、2011年に、彼女が出版した教書の題名にもなっている。ルンド監督として、ヤケレンは2010年のベステルイエートランド公爵夫人、ビクトリア王大使とベステルイエートランド公爵、ダニエル王子のロイヤルウェディングで指揮者補佐を務めた。彼女はまた、ルター派世界連盟における、 スウェーデン国境界代表も務めていた。左からストレングネース監督ヨハンダルマン、ウプサラ大監督アンシェイヤケレン、ベステロース監督ミカエル・モグレン2013年10月15日に、ヤケレンはウプサラ大監督に選出された。2014年6月15日、スウェーデン国王カール16世イグスタッフと王妃、シルビアの御殿において、前任のエリットから正式に、 大監督が引き継がれた。その年の3月、ヨハンツーベリが彼女の後任として、ルンド監督に選出された。2015年5月4日の月曜日、ヤケレンとローマ教皇フランシスコは、ローマで公式会見を行った。これにより、彼女はバチカンに歓迎された初の女性、かつ大監督となった。彼女の教会と教皇の教会には、非常に重要な違いがあるものの、 この会見でプロテスタント改革記念日に対する進学的対話や会派尊重の推進などを盛り込んだ文書の発表に至った。彼女はとりわけ進化や気候問題、科学と宗教観における対話、貧困層のケアや公的生活における教会の継続的な役割指示の必要性についていくつかの取り決めを持った。2016年10月から11月にかけ、 宗教改革500周年記念を迎えて教皇がスウェーデンを訪問したが、その際再びヤケレンと面会している。彼女の博士論文である、サイトウントエビヒカイと、ダイフランガデアサイトインキルヘ、ナッチリセンシャフトウントテイラギーは、2002年に同じ題名で、ノイキルヒエナー出版社から刊行された。スウェーデン語への翻訳は2000年に行われており、英訳版は、 タイムエタニティ、ザクエスチョン・オブ・タイム・イン・チャーチ、サイエンスシオロジーとして2005年に出版された。2003年に開かれた宗教学及び科学分野における著名な学者を特集したゴーシェン、会議において、ヤケレンは講演を行っている。この時の議事録はパンドラ出版によって刊行された。 アンシェヤケレンとハインツ・ヤケレン、アンシェヤケレンの夫であるハインツ・ヤケレンも彼女と同じくドイツ出身の元聖職者であり、かつては牧師を務めていた。二人の間には娘が二人おり、孫も数人いる。二人はウップサラ大学進学部の学部生時代に出会っており、1979年に結婚した。現在はウップサラにある大監督官邸で暮らしている。 ヤケレンは自然科学と宗教信仰の相互関係や現代社会における宗教の役割について取り上げたいくつかの研究を発表している。また彼女は進化論を支持しており神と進化の両方を信じることに矛盾を見出さない立場にある。スウェーデンのキリスト教系新聞打言におけるインタビューにてヤケレンは聖母マリアによる処女解体について 独特さを説明するための神話学上の言葉です。諸女解体を生物学上の問題として解釈する人は、その前提を完全に見ようとしています。とする解釈を示した。彼女は後に、諸女解体をありのまま厳密に解釈することも、科学的不可能性を根拠とする、諸女解体の否定も、諸女解体を取り巻く。 神学的伝統を理解することができないとして、自己の考えが意図するところを強調している。彼女はまた、教会における同性結婚を支持しており、スウェーデン政府に対しても同性結婚の容認を求めているヤケレンは、スウェーデンの市民社会で、国教会が果たす役割を強調し、公立学校での宗教的影響の排除は、子もたちの霊的発達を阻害する悪死であるとの信念から、 教会における卒業式の虚構禁止に反対している。また、国教会の監督会議と共同して気候変動問題に言及し、温室効果ガスの削減目標を設定する両国協会や政府関係者に呼びかけている。2017年6月、ヤケレンの対話や協調に基づく人間的、 神学的、社会的問題への世界境界主義による取り組みが評価され、イギリス国教会のカンタベリー大主教より、ランベス十字エキメニズム賞が贈られた。ありがとうございます。